街への執着か。勝つのは標定だろうが。悲しいことにですね、ちょっと録画が途切れてしまいまして、といってもギリギリ最後まで映っていたであろうゆうたくん以外は特に何も出ませんでした。まあ、逆に良かったのか何なのかよくわかんないけど、引きは残念、タイミングは耐えみたいな感じでしたね。というわけでじゃあ仕切り直しで9回目いきましょう。え、石が1万切っちゃう、やば。え、いや最近本当に出費激しいからな、マジでやばい、ガチで。いや1万切りますねこれね。はい、いやー収めていかないとですね。さあそうしたからには来たー、よっしゃしゃしゃい、いいぞいいぞいいぞ。じゃあお願いします。どんどん行くよ。はい、もうここはもうノーダメージですね。はい、さあオッケー、いいよ。さあ何級かな、全然わからんとりあえず銀玉多くてよかったね。3級ぐらいはあったはずなので。タカさん、これはつい最近イベントストーリーの実況で見ましたね。ススキを誰よりも運びしタカさん、いいですね、でいいですねの人が当たりましたね。ヒロシが当たっていく、で 2OR で来ましたと。じゃあ10枚目が S だ。おー来た、ここだ。俺は早いだけの男ちゃうで。来たでしょこれ、やったーい、よっしゃー。これもう実質ね、これもう実質2人分当たったのと一緒ですからね。いやいやこれはいいね。多分だけど午前中なんでしょうね。こいつ多分正午には解散するから。いやーそっか、いいな、いい絵が撮れましたね。よき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 、よきよきのよきですよ。じゃああとは10枚目の SR を待つのみとなりましたね。ここだ、ジャッカル、ミッドナイトジャッカルだこれ。きたー、しっかりとピックアップが来てくれましたね。じゃあまずはジャッカルから見ていきましょうかね。はい、ミッドナイトミッションのジャッカル桑原さんこれ犬から逃げてんだよね確かね。いやー面白い面白い。でタカさん、お月見のタカさんですね。じゃじゃーん、誰よりも運ぶぜベイベーと言わんばかりのタカさんですね。ススキを運ぶだけではまだバーニング状態にはならなさそうですね。ヒロシが11枚目になってしまった。ここから先はもうダンベルということで、記念に見ていきましょう。ヨカの戯れ野牛ヒロシさん、はい、これイベントストーリーも見たことありますね。じゃあ全画面タイムして、はい、これがこうなるよとこれなんなんていうね、まあ知ってるんだけど、シャボン玉とかいらんやろっていう。はい、という野獣ヒロシさんでした。じゃあ剣屋さん見ていきましょうね。はい、海中に揺らぐ花だったかなの剣屋さんです。スピードテニス、いいね剣屋さん。俺剣屋さんの SSR 持ってねえからな、嬉しいなこれな。あ、持ってなくねえわ、こないだ当たったばっかりだね、それまで持ってなかったんだよな。はい、というやつですね。いやー陽気。はい、じゃあめでたく当たりましたので、残り3回を残した状態でピックアップの率をねいじくっていきましょう。じゃあサードアニバーサリーの仁王正春さん行こうと思います。イリュージョンを使うらしいですね。はい、提供確率アップさせ、じゃあ次行きますか。10回目、あと3回ですね。まあガチャ自体はねなんぼでも引けるはずなんですけど、まあ、一番お得なラインが12なんでね、そこで切ろうかなと思いますね。そこまでにどれだけ来てくれるかというところだったんだけど、タップが光らない。さすがにか、さすがになのか。おっ、来たー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 、そう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 、これこれこれよ。ええ待って、今さ2球ぐらいなかった？上と下に1個ずつぐらいあったよね。え、あったよね。
え、これガチでやばい回なんじゃない？やばいんじゃない？ちゃ、俺でもいいかな。おいしい、いいよ全然、おいしい。バレンタインなのかなこれは。これはこれはあれですね、え、連続、いった圧倒的なパワーの差、その身で知るとえ。銀さん、すごい、これ何？これ何？いや、びっくりした。そう、やっぱね、やっぱそうだよね、2球ぐらい見えたんだよね。なんか今回はね、分かったんですよ。あれ、これ上と下に1個っつないみたいな。いや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 、来ましたね。で、あ、タカさん、これ10枚目かにしてはまだ、あ、10枚目か。タカさんは8枚目だからまだセーフと。あれ、大石これ2枚目じゃねえかよ。これ何の大石だ、バレンタインかな。あー、チョコキス大石。うおー、結構前のやつですね。これあれじゃん、大切な人へ送るプレゼント、魚っていうあの魚なんじゃないですかこれ。あの魚でしょ。いやー、思い出しますね、あの大石が当たりました。そして銀さん、ヒーローか、みんなのヒーローね。108式波動球。あ、俺初めてかな、銀さんの SSR ってあんま見覚えねえんだよな。これいいね、いいいい、よし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 、持ってないしね、全然もう本当に嬉しい。いや、いいね、いい回でした。やば、神秘でしたね、10連目はね。いやー、よきよきのよきです。さあ、じゃあ11連目いきましょう。いくぞ。あ、待って、ジャッカル解除しなきゃ。誰にしよう。あ、これいいね、何してんのか知らんけど、お、エアホッケーを楽しみし東方まさみさんにしていきましょう。レーシング東方、いいね。いいね、これ欲しいね。じゃあ11連目いきましょう。オッケー。さあ、決めるようだよね。さあ、そのもう当たらなすぎて、長らく当たらなすぎて完全に忘れてましたね。はい、じゃあもう一回お願いします。タップもそんなだし、もう一回お願いします。どんどん行くよ。イエーイ。まあさすがにね。はい、ここ、いやー、ここシュイーン、いやー、いや、さっきのがね、本当にいい景色でしたよね。まあ今回は非常に残念ではあるけれど、手塚これ持ってるね。持ってる持ってる。で、あと1枚だね。まあ10枚目に来るんでしょう。いや、さっきの龍馬くん演出がね、めちゃくちゃいいんだよね。ただ10連で何もないとこういうことになってしまいますので、よしよしなんだよね。で、後でも通常版が出ましたね。おお、あ、3枚来たか。そっかそっかそっか。東方来た。ゲーセンに行くイメージねえな、東方かな。まあ、人並みに行くんでしょうね。普通にね。普通の頻度で行くんでしょうね。じゃあ一応、手塚と東方を見ていこうかな。遊びは通常版だからな。はい、じゃあ、セカンドアニバーサリー手塚国光。おい。ディズニーかなんかで撮ってそう。こういう場所ありそう。ホテルに。そして、お乳のレーシングゲーム東方。いやー、いいですね。誰とやってると思う？南でしょう。どうせ南でしょう。はい、津田秀。じゃあ、レーシング東方さんはお疲れ様でした。で、じゃあ次は、東方行ったらもうね、決まってますよね。あ、違う。東方の隣に南いると思っちゃうじゃんね。まあ、いつもそうなんだけどさ。あ、1個しかない。1個しかないんだけど。マジか。あ、そう。じゃあ、クラウザ行くか。あ、これいいね。このヒロシと一緒に映ってるクラウザね。これいいね。
これいきましょう。さあじゃあラストだね。石がもう4300とかになっちゃう。4066だって。うわー石がない。でも大丈夫。なんでだと思う？このね今の期間年末いっぱいまでねセールやってるんですよね。優勝石を買うとおまけで無償石ついてくるっていうね不定期でありがたいセールやってるんでね、これが今来てますので、まあ年末は毎年来てたかな。まあ私はこれに乗っかって課金させていただこうかなと思うんで、まああれだな、年内には石は復活するはするだろうけど、やっぱここのショックはちょっとあるよね。一旦4000まで落ちちゃうっていうのはあるよね。まあしょうがないね、12連も引いてんだからね、しょうがない。じゃあラスト噛み締めていきましょう。はい、来い、ほい、最後じゃん、最後じゃん。オールスターでしょ。待ちますよ。どんどん行くよ。にゃーん。でも、でも、にゃーん。え、はい、はい。一球。最後の最後が一番クソしょぼいみたいな、そういうオチですかね。しっかりと締めていきましたか、テニラビさん。マジでそういうとこあるよ、そういうとこあるよ。いやー何も出ないだろうね。な、最後何出るかな。おー、これはえ、大曲さんでしたね。持ってるやつでしたね。一応じゃあ見ておきますか。ブリエ、あーはいはいはい、ブリエトレーニングのガチャキャラか。そうかそうか、オッケーオッケー。じゃあ一旦全画面して。かっこいいね、名脇役って感じだ。これやばいね。じゃあ、あーもう見る人がいいね。R ばっかりだ、仕方ね。というわけで、じゃあ一応ワンチャンプレゼントバグが治っている可能性もあるので覗いてみますか。受け取れるかな。うん、ゼロ件だって。ゼロ件。いやー期限切れだってさ、今受け取ったばっかりなのに期限切れだってさ。まあしょうがないね、これはそのうち直してくれると信じて待つしかありませんね。新テニスの王子様ライジングビーフ。はい、というわけでなんかちょうどいい画面に来たな。というわけで、12連のオールスターガチャ引いてまいりました。いかがでしたでしょうか。この動画を良きと思っていただいた方はチャンネル登録、動画の拡散、高評価、コメントなどなどしていただけるととっても嬉しいです。マジでね本当に嬉しいんでよろしくお願いします。ではまた、また何かしらの別の動画やら生放送やら何やかんやでお会いしましょう。ではご視聴ありがとうございました。また見てねー。